クリント・ボーヤーは、アメリカ合衆国のストックカーレーシングドライバー。カンザス州、エンポリア出身。スチュワート・ハース・レーシング所属。カーナンバー14のフォード・フュージョンで、モンスター・エナジー・ナスカール・カップシリーズに参戦中。2008年のナスカール・ネーション・ワイドシリーズチャンピオン。2004年に、リチャード・チルドレス・レーシングより、ナスカール・ブッシュシリーズに参戦開始。翌2005年より、 ブッシュシリーズにフル参戦する。第15戦ラッシュビルにてシリーズ初勝利を挙げる。第32戦メンフィスの勝利と合わせてシリーズ年間2勝、シリーズ成績2位となる。同年は最高峰シリーズのネクステルカップシリーズに同じくリチャード・チルドレース・レーシングから第8戦フェニックスにスポット参戦する。 2006年からネクステルカップシリーズにもフル参戦を開始、第25戦ホンタナで3位を記録するなど、シリーズ成績は17位。プッシュシリーズでは、第29戦ローバーで勝利し、シリーズ成績3位となる。2007年のネクステルカップシリーズでは、第27戦ロードンで300周中222周の最タラップリードを記録し、 ポール・トゥ・ウィンでのシリーズ初勝利を挙げる。シリーズ成績は3位。一方、ブッシュシリーズは、スポット3戦ながら、第9戦フェニックスと、第11戦リッチモンドで勝利、シリーズ成績は12位。2008年のスプリントカップシリーズでは、第10戦リッチモンドで勝利、シリーズ成績は5位。ネーションワイドシリーズでは、第5戦ブリストルでの一勝のみながら、 全35戦中トップ5フィニッシュ14回、トップ10フィニッシュ29回と抜群の安定感を発揮し、シリーズチャンピオンを獲得した。2012年、マイケル・ウォルトリップレーシングに移籍。スプリントカップシリーズでは、第16戦その間、第26戦リッチモンド、第31戦シャーロットの合計3戦で勝利を挙げ、シリーズ成績は自己最高の2位を記録する。 しかし、第31戦シャーロットでの勝利以来、長く勝利から遠ざかることとなった。マイケル・ウォルトリップ・レーシングでの参戦2年目である2013年、勝利はないもののトップ10フィニッシュ13回と、好調な中、ランキング2位で迎えた、レギュラーシーズン最終戦の第26戦、リッチモンドで、15号車のボーヤーは393周目に、スピンをし、これをきっかけに、 コーション発生となった。4週のコーションラップの後、レースは再開し、最終的にボーヤーは25位、チームメイトの56号車、マーティン・トゥーレックス・ジュニアが7位フィニッシュとなり、2人ともチェース進出を決めた。ところが、レース終了後に、ボーヤーのスピンが、トゥーレックス・ジュニアのチェース進出を助けるための意図的なものであるという疑惑が浮上した。 その後のナスカールの調査ではこのスピンが故意であったことを示す証拠は見つからなかったもののもう一人のチームメイト55号車のブライアン・ビッカーズとスポッターとの無線更新記録の内容からビッカーズのピットストップが順位を操作するためのものであると認められたため MWR に対しナスカール史上最高額となる30万ドルの罰金 出場していた3台のチームすべてのドライバーポイントとオーナーポイントから50ポイント剥奪の処分が課せられた。また、ビッカーズのスポッター、タイノリスは無期限の出場停止、3台べてのクルーチーフは12月31日までの保護、観察処分が課せられた。ポイント剥奪処分が課せられたことにより、ボーヤーは前線終了時点での2位から8位タまで交代。 トゥーレックス・ジュニアは17位となり、チェース枠から脱落した。この一連の出来事の後、ボーヤーは MWR への残留を決めたものの、トゥーレックス・ジュニアは2013年限りで契約を解除、ファニ・チャーロレーシングへ移籍することとなった。また、主要スポンサーである自動車部品販売チェーン店のナパ、オートパーツは MWR とのスポンサー契約を解消した。 メインスポンサーの撤退により MWR はレース参戦継続が困難となり次第にチームを縮小していくこととなった2014年トゥーレックスジュニアが抜けた MWR はボーヤーとビッカーズとの2大体制に縮小15回のトップ10を記録するものの未勝利シリーズ成績は19位と前年の7位から大きく落とす 2015年も引き続き MWR から参戦する。シーズン中の8月19日、MWR は2015年をもって、ボーヤーとの契約を解除し、2016年のフルタイム参戦をしないと発表した。MWR の消滅により2016年のシートを失うこととなったボーヤーだが、同年9月30日にスチュワートハースレーシングの トニー・スチュワートが2016年をもって現役を引退すると表明。2017年からスチュワートの後継として14号車にボーヤーが乗ることを発表した。依然として2016年の所属は不透明な状態であったが、同年10月2日、ジャスティン・オールガイアーと入れ替わりで H ・スコット・モータースポーツに移籍することが決定した。 MWR での最終シーズンは16位で終えた。2016年、H スコットモータースポーツに移籍。第10戦タラデガの7位が、最高位であり、シリーズ27位と不審に終わる。2017年、当初の予定通り、スチュワートハースレーシングに移籍。第5戦フォンタナで3位、第8戦ブリストルで2位、第16戦そのまでは、 チームメイトのケビン・ハービックに続いてのワン・ツー・フィニッシュを飾るなど好調ではあったが、勝利には恵まれず、シリーズ成績は18位であった。2018年のモンスター・エナジー・ナスカール・カップシリーズは第6戦、マーティンズ・ビルで500周中215周の最多ラップリードを記録し勝利。2012年の第31戦、シャーロット以来となる190戦ぶりの勝利となった。 第15戦ブルックリンでは、降雨のため短縮となったレースを制し、シーズン2勝目を挙げた、モンスターエナジーなスカールカップシリーズデートな500、エクスフィニティシリーズキャンピングワールドトラックシリーズ、ありがとうございます。